フランスの IRBM である S3 の完成後方装置完成計測装置は運動を司る三軸の角度と加速度を検出する装置。イヌ、イグ、イルとも呼ばれる。基本的には三軸のジャイロと三方向の加速度計によって三次元の角速度と加速度が求められる。信頼性向上のために圧力計、流量計、 GPS など別種類のセンサが搭載されることがある。通常は搭載する移動体の重心に置く。主にロボットや自動車など運動体の挙動を計測、制御する用途に使用される。慣性の積分による移動距離の算出に適した高精度なものは潜水艦、航空機やミサイルなどの慣性広報装置に用いられるが、市販の慣性計測装置では精度が 距離の算出に不十分である。自己姿勢や方位を出力し、民間航空機の姿勢方位基準装置等として、用いられるものは INS ではなく IM の一種であるか、または INS 内から一部の信号を利用している。価格による精度の犠牲が著しい。以前は、機械式のジャイロスコープが使用されていたが、近年では、レーザー式や光ファイバー式が使用される。 ありがとうございます。